優勝戦の思想です。1号車塚本浩二、川口ハンデゼロ。2号車古木健、川口ハンデ20。3号車吉田優也、川口ハンデ20。4号車山際慎介、川口ハンデ20。5号車鈴木啓太、川口ハンデ30。6号車遠藤誠、浜松ハンデ30。7号車池田正和、川口ハンデ30。8号車永井大輔、川口ハンデ30。以上の8選手による12レースの優勝戦です。では12レース思想をご覧ください。やら優勝戦ブチ走路で行われそうです。0から30のハンデ戦、ブチ得意としている鈴木啓太選手、そして7号車池田選手にとってはどうでしょうか。30メートル線からのスタートとなります。優勝戦は1号車塚本浩二選手をはじめご覧の8名による0から30のハンデ戦です。発走予定は16時36分、定刻に比べて6分の変更となっています。思想では見た目いかがでしたか、板橋さん。そうですね、見た目で、まあ、古木選手はね前をかわしてましたけど、はい、5番のね鈴木啓太選手、それから7号車ですか池田選手も良かったような感じでしたね。そうですか、はい。ご覧の8選手による対戦、じゃあ池田選手がよかったということは、永井選手は微妙だったということですか。そうですね、まあ、比較がちょっとできなかったんですが、そうですね、一緒によく見えるというのはなかなかないですからね、はい。それでは優勝戦思想タイム見ていきましょう。1号車塚本浩二 3.53、 2号車古木健 3.39、 3号車吉田優也 3.38、4号車山際慎介 3.37、 5号車鈴木啓太 3.36、 6号車遠藤誠 3.40、 7号車池田正和 3.33、 8号車永井大輔 3.33。 繰り返しお伝えします。1号車 3.53、 2号車 3.39、 3号車 3.38、 4号車 3.37、 5号車 3.36、6号車 3.40、 7号車 3.33、 8号車 3.33。 なお総論度は23度です。12レースの思想 VTR でした。0、3、6、そして20戦3台並び、30メートル線4台並びとなる一戦です。各選手ハンデの変更はありません。以上12レースのハンデ1でした。ではですね、12レースの優勝戦印をご覧いただきます。
はい、12レース優勝戦板橋さんこのように見ています。本命8番の永井選手、対抗は7番の池田選手、3番手評価5番鈴木選手、4番手評価には2番古木選手です。今日はスタートといいますかね、永井選手の方が池田選手の前に行く道中ですね。はい、はい、そうですね、まあ、永井選手今季ピン3ピンとまだねいまいち動きがねパッとしてないんですが、はい、今日あたりあの走路食いつくと思うので意外とねあの思ったようなコーナースピードがね出ると思うんですよね。思想は昨日は滑っていたということなんですが、うん、今シリーズの中では一番の出来と昨日振り返っていました、はい、結構今回祭は大きなパーツ交換も行っていた永井選手です。夏走路向けになったということだったんですが、あ、よかったですね、まあ、その照った走路に合っていたので今日はどうかななんて話も出ていましたね、うん、対抗には7番の池田正勝選手です。はい、池田選手も好調ですからね、このあのスタートを先行して先手先手でねあの間髪入れずに前へさばいていくと面白いですね。まあ、エンジンやっても微調整ということですね。手前が弱くて中ついていくのが厳しいなって話をしていましたが、あとはタイヤも今シリーズの中のものを使うかちょっと探すかちょっと悩み中だという話が出ていました。3番手に5番の鈴木啓太選手です。はい、鈴木啓太選手はねあの36インコースですからねいいと思うんですね。そして、まあ、さっきも言ったんですがハンガーキー大好きですからね、はい、だからもう少しねあの濡れてくれてると、はい、もっといいと思います。そうですね、晴れのタイヤがないということで、うん、濡れてるかブチかどっちかがいいなという話もされていた鈴木啓太選手でしたけどね、はい、後半エンジン変わっちゃうということでした、うん、後半レースだとエンジンが変わっちゃうのでどうかななんて話も出ておりました。三角4番手は2番の古木選手です。はい、古木選手もこれ3球ですけどねもう少し出てると思うんですよね、はい、はい、そうすると十分ね、鈴木啓太選手との逆転もあると思いますけどね。雨でも晴れでもどちらでもいいという話でしたね、うん、走路的にあのどっちも平気だという話をされていました。スタートが今シリーズはいいですねという話です、うん、さあハンデゼロは塚本選手、はい、久々な優出2014年以来、ね、まあ、今人を見てるとねちょっとあのハンガー開けがね得意じゃない感じしましたね。今日はブチだけは嫌と話していましたか。それがもうタイムに現れてますね。一番嫌な走路かもしれないですね、うん、もう逃げしかないということで、はい、なんとか頑張るという話はされてましたけどね、はい、吉田優也選手板橋さん、はい、まあ、38ですからねあの十分勝負10メートル前ですから勝負になると思うんですがね。吉田選手もハンガーキー好きなんですか。そう、吉田選手は逆にそのまたのこうブチが大好きということでしたね、うん、はい、あのブチだと晴れみたいに乗れるということで、うん、できればちょっとでもこうブチが多い方がいいななんて話をされてましたけど、あの濡れてると抑えると滑ってしまうのでっていう話をしてたので、うん、まあ、どっちかがいいとブチか晴れかという話、はい、うん、じゃスタートを先行できると面白いですね。そうですか、うん、山際選手、はい、山際選手も雨は得意ですがね、この37出てますから十分あの勝負になると思うんですよね、はい、あとはスタート展開次第ですね、うん、展開は昨日、まあ、スタート食えたのでそれが大きかったなんて話もされてました、うん、展開向いてくれたということですね、うん、エンジンは良くなっているし久しぶりの輸出嬉しいですと話していました、うん、晴れは自信なしって話してましたけどねあ、そうですか、はい、そして最後遠藤選手、はい、遠藤選手もね昨日一着、まあ、今日ちょっとね40になってしまいましたけどね、やはり少し苦手意識があるのかなと、はい、そんな感じですね。初日はブチっぽい走路だったそうなんですが、うん、その時全然ダメだったという話もしてましたし、はい、あと照っていると今シリーズ合うようだった、うん、なのでこれからの時期はちょっと楽しみなんだけども、今シリーズに関しては今日は全然照ってるわけではないのでちょっと残念かななんて話はされてました、はい。ただいまをもちまして12レース締め切りとなりました。このレースそして今シリーズもたくさんのご投票ありがとうございました。さあ森選手が絡むイベントのお知らせです。この後行われます伊勢崎オートの G2 になりましょう。この最終日3日日曜日伊勢崎オートで森選手トークショーを行います。
地方競馬の森大斗騎手とのトークショーです。8レース発売中、皆様スタンド前特設ステージにお集まりください。未確定車券の抽選会も行われるということです。そして7月23日土曜日は函館競輪場でもトークショーを行います。詳しいことはオートレスのオフィシャルホームページでご確認をお願いいたします。この函館競輪場で行うということで、ぜひ皆さんで競輪を勉強しようというサテライト石狩での女子会も予定されているということなんですね、うん。競輪を勉強しながら森選手が走る別のレースをそのモニターで見ながら応援しようという企画があるということです。詳しいことはサテライト石狩およびオートレースのオフィシャルホームページでご確認をお願いいたします。いいですよね、なんかスイーツを食べながらやるみたいですよ。お食事とスイーツを食べながら解説会があって、うん、はい、で森選手の走るレースを一緒に応援するという企画があるそうです。はい、いやしかし森選手本当競技の垣根を越えてここまでいろんな公営競技場に行ってくれた選手っていなかったと思うんですけどもね、それだけの認知度がある森選手です。さあいよいよ優勝戦です。やはり8番7番中心に売れています。いただきました応援メッセージ、吉田選手やまさみさんから、永井選手やカオルさん、群馬のフナッシーさん、ペヨングさんからいただきました。ありがとうございます。では優勝戦実況でお楽しみください。結局競走路のコンディション回復することはありませんでした。ブチ走路で迎えるファイナルです。ハンデゼロには塚本浩二、20メートル古木健、吉田優也、山際慎介、最後半鈴木啓太、遠藤誠、池田正和、永井大輔、以上の8選手による優勝戦です。永井、そして池田以外は今年初優勝。塚本浩二は20年近く優勝から遠ざかっています。12レースの発走でございます。5秒を切りました。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。20メーターラインちょっと遅れた、後ろから鈴木啓太好スタート、しかし食い切るには至りません。鈴木啓太にかわしてくるのは池田正和、長井は後方7番手からの競争になりました。一気に前が密集している、おお交錯する、ちょっと長井は行き場を失った。池田正和が一気に上がっていく。池田正和、人気両選手対照的な序盤戦でした。池田正和がこの1コーナーでは2番手に上がりました。先頭吉田優也、2番手に池田正和、長井はこの時6番手を回っています。古木の内側をついた長井、行き足は良好です。先頭は吉田優也、2番手に池田正和、そして鈴木啓太、山際慎介、残りは4周回。先頭2番手の間隔はじわりじわり池田が差を詰めてきています。首位浮上が見えてきたが池田正和、吉田優也をここで捕まえるか。池田がトップに上がっていきました。不安定走路もしっかりと結果を残すか。池田正和が先頭に立っています。一方長井は今中断です。ようやく山際の内を捉えてさらに前進になりました。今4番手の位置を回っています。先頭池田、2番手吉田優也、この内を攻めに行く5番の鈴木啓太。さあ鈴木啓太も反撃ののろしを上げるのか。長井は今4番手を回っています。早め先頭に上がった池田正和、そして内を大好物としている鈴木啓太、池田を追い詰める足があるのかどうか。逆に3番手に上がった永井大輔、エンジン全開かかってまいりました。結果的には人気選手が上位を形成する格好になりました。池田がトップ、鈴木啓太2番手、永井は3番手、残りは1周ブルーフラッグを今通過しました。池田正和が今年2回目の優勝に向かっています。2番手は5番の鈴木啓太、3番手は8番の永井大輔、最終コーナーに向かっていますが2番手体勢は変わりません。先頭は7番の池田正和です。池田が先頭、かつてのドルバックバック、久々川口バンクでの優勝ということになります。池田正和が
速攻一撃見舞いました。この優勝戦予選道中から雰囲気はありました。池田、鈴木啓太、永井大輔を従えての優勝ゴール。序盤の周回でのライン取りが優勝の明暗を分けたと言っても過言ではありません。川口所属という立場になってからは初優勝ということになります池田正和。幾度となくこの川口バンクではスーパースター王座決定戦をはじめビッグレースを制してきました。これが今年2回目の優勝、通算では64回目の V。 結果的には旧船橋組の 1-2-3 となった12レース優勝戦、結果的には人気に応えた池田正和、そして鈴木啓太、永井大輔と入った12レース優勝戦第12レース以上実況でお伝えしました。お知らせいたします。1着7番、2着5番、3着8番、以上でございました。12レース優勝戦の確定です。優勝は7番池田正和、2着5番鈴木啓太、3着8番永井大輔でした。優勝しました池田選手、競争タイム 3.396、 これで通算824勝目、64回目の V となりました。池田選手優勝おめでとうございます。昇段式7番5番2080円、8番人気2連勝、複式5と7の組1140円、4番人気3連勝短式7番5番8番3010円、11番人気3連勝複式5と7と8の組300円1番人気でした。その他の結果はご覧の通りです。これから池田選手のウィニングランということになります。池田選手は3日間すべてコンマ0台のスタートタイミング、まあ、今日はまだ情報が入っていないので分かりませんが、今日もいいスタートを切ってましたね。あの一周バックストレッチが、うん、ライン取りがそうですね、うまくいってましたね、はい、逆に永井選手はちょっと前の方で失速した選手が目の前にいたというところ で、うん、一旦バイクを下げざるを得ませんでした、うん、その差が出たような感じですね、うん、池田選手は今年の伊勢崎のレジェンドカップ以来の優勝ということ、3月30日の優勝でしたので船橋所属としての最後の優勝だったんですよ ね、まあ、舞台変わって今新しく川口所属になりまして初優勝となりました。川口としては、まあ、池田選手は埼玉出身ですから、はい、この川口はもともとは純地元でもあるような、しかし本当川口のビッグレースでの実績というのはすごいですね、全国屈指だと思うんですが、はい、川口での解説記念は4回取っていますし、スーパースターも4回取ってますからね。ここで選手権の優勝もありました、はい、ね、なんだか今シリーズはとても落ち着いて整備をしていたように見えました、ね、まあ、大きな整備はあまりしていなかったようなんですけどね、うん、あのプレミアムカップの最終日に、ね、号泣していた池田選手を昨日のことのように思い出しますが、まあ、そういったいろいろ悔しい思いもあったでしょうし、でも心機一転川口所属になって、結構移籍してきた方がここで結果を残して川口のファンにも認めてもらいたいという話をよくしますが、十分に認められる走りだったのではないでしょうか。さあ優勝戦